皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。はい、今日の小さんぽは京成の高砂駅に来ています。高砂ってどこなのかなと思われる方に、簡単に言うと、そうですね、柴又の隣町と言っていいですかね。そういうところですが、私も初めてなんですが、あいにくの今日は雨で、まあでも雨の散歩もいいもんでしょう。傘を差しながら行ってみましょう。こっちから行きましょう。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブとご覧のスポンサーの提供でお送りします。毎週金曜日はもう一度見たいという声を多くいただいたお散歩を厳選してお送りする特選地散歩。今日は葛飾柴又の隣町京成高砂をお散歩。出会ったのは江戸から続く縁起物の数々。この流し目という目ですよね。これ近くでは杉良太郎さんの目ですよね。これはいい男だろう、両方とも。流し目、これは何かの文字なんだよな。乳首なんだよ確か。ちいさんも知らない謎の植物？知ってた？そうだったよ。これも初めての出会いだね、こんなんね。見たことないですね。面白いな。伝統を今に受け継ぐ職人の技にちいさん大感激です。リズムがいいですね。トントンいいよっていうのはどっかで判断して、叩く方も打ってもらう方も それがちょうどいい時じゃないとダメなんでしょ。でそれをあれで教えてるんですか。です、右手のちっちゃいトントンで、これは合図地って言うんです。合図地を打つって言うんです。あ、これが合図地。我々がよく言う合図地というのは、ここから来てるわけですか。よく昔時代劇でこういうシーンを見たな。何なんですかこれは。これ仕上げに使う砥石の粉の。砥石の粉ですか。本当にその戦国時代の刀とか、その時代のある刀と今の刀は比べて負けないものがでしょうか。俺は負けないと思ってますけど。そして昭和の風景を求めて新宿歌舞伎町を訪ねます。みんなそれぞれにいろんな思いのある町なんだろうな。必ずこういう店でね、深夜まで飲んだんだよ。タクシーが拾えなくてね、また朝までいるんだよ。新宿店は本当にもう巨大な胃袋の町と、だから何でも飲み込んで何でも消化していくと。飲み屋で話をして、なんか芝居やろうとか映画をやろうとかで、隣の作家と監督がいて映画化権をもらったとかで、口約束で2つにしちゃって喧嘩になったかって話もいっぱいありましたしね。こう新宿から育った文化っていうのがやっぱり一番今面白いものを作ってきたなと思いますよね。今日は便利な小型圧力鍋をご紹介。時間のかかるメニューも簡単にできちゃいます。これさえあれば毎日のお料理が楽になりますよ。こんにちは。楽しんでください。ありがとうございます。見てますからね。どうもありがとう。今日は葛飾柴又のお隣京成高砂。ちいさん、地元の皆さんの期待に応えるべく楽しい散歩にしましょうね。古いカメラあるよ、ほら。いいね、こういう、ああいう古いカメラ置いてあるとなんか俺ドキドキってするんだよな。
いかにもちいさんが好きそうな昭和でアナログなカメラですね。こんにちは。あら、ちいさん、そののぼり何でしょうね。籠板でしょ。そうですね。その隣なんて言うんですか。読めない。これがみんなスタッフ一度読めないんですが、はい、ちょっと説明いただけますか。あのこちらが羽子板ですね、はい、でこちらは浜弓ですね。浜弓ですか。はい、お子さんが、どこのお子さんがあの生まれになって、初めてのお正月にお祝いに飾るんですね、突然お邪魔して。うわー、ここから見てもほら、今まで T 散歩でこんな華やかなところはちょっと来たことがなかったね。綺麗な、お邪魔します。あ、もうご主人は年末恒例浅草羽子板市の組合長さん。こちらで小売りもしているそうなので、サービス価格で縁起物の羽子板を買うこともできるそうです。僕なんかあんまりこう触ったこともなかったから、まあ、妙に感動するんですけど。あ、そうですよ。軽いんですね、やっぱり切り板だし、これも綺麗だな。これはで今でも人気が終わりでしょ。そうですね、十人十色でね、いろいろありますんでね、これは昔からの伝統工芸品ですよ、でこれね、これは最近できたやつ。はあ、面白いな、こういうの見ると。同じ羽子板でもいろんなあれ。違うよ、これはね、伝統工芸品ありません、はみ出てます。はあ、さっきおっしゃられた、はい、この顔だって、あの渋谷あたり歩いてますよね。そう、六本木がいっぱい通ったこの流し目という目ですよね、これ。近くては杉良太郎さんの目ですよね、これは。いい男だろう、両方とも。ではせっかくなので、ちいさんの流し目も一つ。流し目よっ、色男。開いてるわけでもない、つぼんでるこうしてるわけでもない、この目がこうちょっと一瞬眠そうだけど、目に力があるって、これもないよね。眠そうって怒られるけどね。そうでしょ、ちょっと。はい、ありがとうございました。突然お邪魔して。いえ、いや、あのなんか華やいだ気分なりました。外は雨でも華やいでおります行きましょう。お、ちょっとそそられるな入ってみようか。傘を広げたまま歩けるか。いや、あの広げたままというか、傘したままというか、かなり強引ですね。こう来るとね、路地って面白いね。うちの10人ぐらいのスタッフでも縦にならないと歩けないもんな、ほら。ちょっとお地蔵様があるから、お参りしてこ。お地蔵様も町に溶け込んでますね。お、いい根性してるね、君は。あれ、俺をじーっと見てますよ。お寺がありますね。金付き堂は、いきなりこの道のそばにあるって初めてじゃないかな、これも。こちらは歌舞伎でおなじみの白波五人男ゆかりのお寺。由緒ある弁天像はなんと720年前鎌倉時代に作られたものだそうです。ちいさんぽという番組でいろんなところをこう回りしてるんですけど、
道路のすぐそこの山門っていうのか、これの上に鐘があったの初めてなんですよ。そうですね、とても珍しく昭和54年に建てられたものでございますけれども、なんか理由があるんですかね、こういう、前の住職が作ったもので、やはり珍しいものを作りたかったのか、ご本人はもうちょっと他界しておられますので、ちょっと詳しいお話は聞けなかったんですけれども、はい、ちいさん、せっかくですからその鐘見せていただきますか。こう狭くなってるよ、気をつけな。そっから先は狭いから。カメラさん、頭もカメラも気をつけてくださいね。鐘ってこんなそばかで見ることあんまりないけど、いろいろな方のお気持ちが、そうですよね、はい、られる鐘でございます。この間俺クイズ番組でこれが何だったかっていうのをそのとこ教えてもらったんだけど忘れちゃったんだけど、これは何かのもじりなんだよな、乳首なんだよ確か。その昔とある職人さんが遊び心で乳と呼んでいたものが今では正式な呼び名になっているそうです。あんな音がすると思わなかったからブガンってもう一ついくよ、大丈夫？本当にすごい音だね。ありがとうございました。いい体験をさせていただきました。お寺の鐘の音は聞いた人にご利益があるそうですよ。一番間近で聞いたんですから、この散歩いいことありますかね。天気が良かったらもう抜群の眺望のいいところへ皆さんをお連れしたいと思うんだけど、こういうのはさ、川の真ん中行かないと分かんないのよ。これ大きな川だな。結構迫力あるね。ブロッコリーだよね。すごいもんだな、こうやって雨の時じゃなきゃ分かんないけど、こうやって水はじいてさ、なあ、僕が今傘の雨をこうやって暮らしてもさ、ポン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 跳ね返っちゃうんだな。若い肌って、いや、水をはじくってなんか若い肌って。よろしくない君すいません、年寄りで水をはじきませんこんにちは。山宿り、はい意外とほら、これ下通っただけでわからないよ、この屋根とこの煙突、いいね。最近見た銭湯のこの風景としてはいいね、これ。このさ、ミルキークイーンっていうこの米、美味しいでしょ。千葉のこの米、はいはい、美味しい。私の郷里なんですよ、これ。ああ、そうですか、どうぞ、ご自身で。どうも、どうも。僕もこれ、この間いただいたんですよ、友達から。ああ、そうですか。食べたら、ものすごく美味しくて、びっくりしたんだけど。そう、もちもちっとしててね。ミルキークイーン、美味しいよ、これ。たくさんお客さんいらっしゃる。これ、雨でサービスって、雨だからって、これ安い。天気になったらこんな安く買えないよ。今日雨だから100円で。元はいくらなんですか。元は知らないけど178円とか結構します。178円、雨降ったら100円になっちゃうの。評判で聞いてきたんです。分かりました。随分いつも今日雨で、はい、それでもこんなにたくさんお客さんいらっしゃるけど、いつもはものすごい混んでるそうですよね。はい。で、なんでそんなに人気あるんですか。
結構こだわりを持ってやってるので、産地直送とか、あの市場にはないものを結構向こうあの市場の農家さんから使ったりとか、はい、今日の目玉は何？今日の目玉ですか？今日の目玉ちょ終わっちゃったんですけど、終わっちゃったんですけど、目玉はなし。これ珍しいね。そうです。高級はでも最近結構高級品になってますので、これ売ってくれる？はい。これね、ベニダムってこれ紅玉って何て、あの昔僕らはベニダムって言ったらベニって言わないですけど、今紅玉ですね。紅玉って、はい、最近でも生産高かなり減っちゃってるんで、ね、少ないらしいね、はい、見てよ、ほらこんなに瀬戸物みたいに光るだろ。でこれをかじるよ。うまい。かじる。うまいだろ。甘い。あ、酸っぱさも程よく。酸っぱさがいいんだよ。サンキュー。ありがとうございます。わあ、これほおずきだよ。これ今何してるんですか、ほおずき。これ水につけると表面の皮だけ取れるんですよ。この薄い皮が、うん、中身だけになるの。そう。いや、知ってた？そうなんだよ。こういう風にしたいんだって。これは何に使うの？これクリスマスの飾りとかに。ああ、こうしたい時に水につけてよく洗うとこうなるんだって。これも初めての出会いだね、こんなのね。見たことないですね。面白いな。どうもありがとう。はい、面白いものを見せてください。ちょっと真似したくなる技でしたね。いろんなものがあるよな、こうやってな。コーヒー飲むか。うちにコーヒー一杯もらえる？飲みたいんだけど、いい？はい、どうぞ。おう、これ何かの撮影でやってらっしゃるんですか？ちい散歩っていう散歩の番組で、今日はこちら散歩してんですよ。あ、そうなんですか。ええ、今雨の中歩いてきたんだけど、あったかいコーヒーが飲みてえなと思って。ちなみにちょっとケーキやってますんで、これだけは召し上がってっていただけます？え、おいくらですか？いやいや、これは気持ちいい、気持ちいい。わがまま聞いてください。俺好きなチーズケーキって。よかった。個人が勧めるだけあるね。うちのに作らしてるんですけど、まあ、ちょっと。え、個人が作ってんじゃないの？カミさんが作ってるんですけど。あ、奥さん作ってる、ええ、これで、こちらで変な話、このチーズケーキとコーヒーまでいくら？400円で。これは食うんだね。ずっとこの商店街歩いてきて、ここでプールして、コーヒーとチーズケーキを買って帰る。格安なお値段の秘密は、コーヒー豆の試飲も兼ねているからだそうですよ。どうもお邪魔しました。ね、突然入ると面白いことがある。そこのさ、タバコ屋さんなんて面白いよ、ほら。絵になるね。昭和ですね。な。これは何の音でしょう。何の音でしょう。じいさん覗き見して分かりました。どっから入るんだろう。ここから入るのかな。お邪魔します。どうも、仕事中いいですか？ちょっと。あ、どうぞお入りください。あ、どうぞお続けになってください、ね、こちらは刀鍛冶ですか？そうです。あ、そうですか。東京ですよね。東京ですね。こういう場所でこういうことをもう何年もやってらっしゃるんですか？そうですね、うちは戦後代々。父は次期人間国宝とされる当代随一の刀鍛冶。吉一さん自身も最年少で刀剣界の最高位に昇進した時代を担う名将の一人です。
相当暑いでしょ。暑いですね。夏はもう暑くて、あの肌が随分黒く見えるんですが、それはあの日に焼けてんじゃなくて日焼けですか、この、うん、両方あるかもしれないですね。ああそうですか。リズムがいいですね。トントンいいよっていうのはどっかで判断して叩く方も、あの打ってもらう方も、そう、それがちょうどいい時じゃないとダメなんでしょ。でそれをあれで教えてるんですか。です右手のちっちゃいトントンで、これ相づちって言うんです。相づちを打つって言うんです。あ、これが相づち、我々がよく言う相づちというのは、ここから来てるわけですか。ちょっと見てよこの腕、ほらすげえ腕してるぜ。すごいわ。今では弟子入り志願者も多いという三代目。せっかくの機会ですもの、その一品見せていただきましょう。うわよく昔時代劇でこういうシーンを見たな。何なんですかこれは。これあの仕上げに使う砥石の粉の。砥石の粉ですか。本当にその戦国時代の刀とか、その時代のある刀と今の刀は比べて負けないものがでしょうか。うん、負けないと思ってますけど。人を切るっていう言葉はあれだけど、例えば物を切る場合に切れ味としても負けないもんなんでしょうか。負けないと思いますね。まあ、産むなんかもあの切るのは散々やりましたけど、かなり切れますよ今の方は。飾りとして作ろうとしてる、それとも人を切るわけじゃない、切ろうと思ったらちゃんと切れるってものを作んなきゃダメなんですか。そうですね、刀っていうのはあの機能美ですからね。木のから生まれた美ですから、だからもう美しかったのは切れるんですよ。こうやって見てもかっこいいよね。久しぶりのなんか日本人を見たような気がして。刀の美しさに魅せられたちいさん、こちらをお借りして一日の思い出を絵手紙に。では完成まで今日のおさらいです。華やかな羽子板に囲まれご満悦だったちいさん、お寺で鐘をつかせていただいた後は日本屈指の刀匠の技と刀剣の美しさに感激した3時間5150歩のお散歩でした。皆さん気さくに声をかけてくださっていたんですが、中で出会った羽子板の職人さん、また最後の刀鍛冶、なんか一時代前の時代に入ったようなタイムトンネルに入ったような感じがしてとっても穏やかでした。刀を作ってるところに私何回か入ったことがあるんですが、いつもこう張り詰めた空気がビーンと流れているのは何なんでしょう。張り詰めた空気がこの絵には漂っていますでしょうか。そんなんでこの一枚を描いてみました。あなたは覚えていますか。記憶の中のあの風景にもう一度出会いたい。さあ昭和を探しに出かけましょう。いやー、この通りも歌舞伎町一番街、何十年ぶりに歩くけど、昔のこの歌舞伎町の通りとは全く違っちゃったな。今日ちいさんが昭和の風景を探して散歩する街は新宿区歌舞伎町。戦後この一帯は闇市が立ち並び、人々はたくましく生きていました。そんな新宿に歌舞伎の劇場を作り、芸能の街として復興させようという計画が生まれます。そこから歌舞伎町という名前がついたのが昭和23年のこと。残念ながらその計画は財政面などの事情により頓挫してしまいますが、その思いは受け継がれ、劇場や映画館などの娯楽施設が誕生。
多くの若者が集まって文化発信地へとなっていきます。新宿にはよく映画を見に来たよね。駅降りて映画館入るまでのちょっとした時間っていうのは結構ワクワクしながら楽しみにしてこう歩いて映画館まで向かったんだけど、ここに立つとこう映画館が一望できる。昔からこれはあるよな。なんかここには映画がこう本当に上映されてる街だっていう感じがするんだけど、僕はあの俳優になったきっかけが無国籍映画っていうのを 無国籍青春映画みたいなのがあって、あのスターたちが本当にその悪いやつらをやっつけるという話は単純だけど、とってもいい、僕らにとってはもう刺激的な映画が僕にとってあったんだけど、でそういう映画を見て僕は俳優に偶然なってしまったけど、あのどうですかね、テレビをご覧の皆さんにもきっと青春時代の思い出の3本をあげてくれって言ったら必ず3本ぐらいあげられるぐらい、当時の僕らにとって映画って重いものがあったんじゃないかな。娯楽の王様が映画だった時代、銀幕のスターがまさにスターとして輝いていたあの時、昭和34年に初公開された渡り鳥シリーズ、ちーさんも大好きだった無国籍映画の代表作、誰もがマイトガイ小林明のアクションに夢中になりました。昭和39年に公開された吉永小百合の愛と死を見つめて、難病と戦うひたむきな愛に日本中が涙しました。僕らの頃の人間にとっての映画がなかったら今の自分はいますかって大げさだけど言いたくなるようなね、思い出の映画ってありますよね。昭和の青春、映画文化を受け入れてきた町歌舞伎町、ここではまた多くの若者文化が育まれてきました。昭和30年代の歌声喫茶ブーム、時代から生まれた合唱の声、ぬくもりを求めて寄せ合った肩、明日を信じて生まれた連帯感、昭和36年のジャズ喫茶ブーム、海外旅行がまだ手の届かないものだった頃、若者たちはコーヒー片手に本場のジャズを聴き、まだ見ぬ地への思いを馳せていました。歌舞伎町、人はそれぞれの昭和の記憶を刻んできました。そしてちーさんは歌舞伎町の奥深くゴールデン街へと向かって歩きます。見てよ、なんかいいじゃないか。ああ、みんなそれぞれにいろんな思いのある町なんだろうな。終戦後の闇市を起源とするゴールデン街、当時から変わらない木造の店舗が狭い路地を挟んでマッチ箱のように並んでいます。ここは有名作家や演劇人が愛したたまり場でもありました。幾度となく再開発の波にさらされながらも昭和の名残を今にとどめています。さあ、ゴールデン街は、もう昔は、今はもう全然来なくなっちゃったね。必ずこういう店でね、深夜まで飲んだんだよ。タクシーが拾えなくてね、また朝までいるんだよ。ちーさんが立ち寄ったのはこの地で店を構えて30年近くになるお店。昭和40年に長野から上京してきたご主人の鳥羽山さんは新宿に育てられたと語ります。歌舞伎町という大きな懐に抱かれながら自らも劇団を主催し、
新宿文化の一翼を担ってきました。最初は映画監督になろうと思ってます。あ、そうなんですか。ですからね、もう長野の田舎から木下圭介さんと、うん、新藤兼人さん と、うん、黒沢明さんに手紙書いたことあるんですよね。あ、それでどんな、新藤さんだけが返事くれました。あ、それ言っちゃいけない。いや、いいんだ、いいんだ、もう、うん、で、何それ返事くれて、もしよかったら来いって言うの。いやいやいや、やっぱしね、東京へ出てきちんと勉強してから、うん、そういう道やりなさいと、大学出なさいって話だったんですけど、もう、でもやっぱし田舎にいちゃどうしようもない、とにかく東京へ出ればなんとかなるだろうっていうのが東京へ飛び出した理由ですね。映画監督になる夢は叶いませんでしたが、演劇に出会い、劇団員として新たな夢を追いかけます。24歳の頃にはトラックに乗り、東北北海道を旅しながら芝居を演じました。街頭も軒先もどこでも劇場になる。何かを表現したいという強い思いは、当時の日本の若者の原動力だったのかもしれません。人前に出るようになってやったらどうだった？いや、それは面白かったですよ。街頭でいわゆる角付けみたいにして芝居やるわけですよ。高倉健さんの網走番外地かけて、陣営を切ってチャンバラ見せて、泥に血のりを撒くわけですよ。お宅の玄関先、血で怪我しましたから塩をくださいって言って、塩をもらって清めて、もう大丈夫ですってな芝居をして、本当の今エンターテインメントみたいなことを経験したら、やっぱり芝居ってすげえ楽しいでしょ。その場でしかや、あのお客さんいないわけですから、例えば20人であったり200人とかね、うんうん、いくら多くても500、600人とか、うん、それで一過性でも終わっちゃうわけじゃないですか、でもその面白みっていうか、その場にしかいたこと、その場にいた人でしか共有できない面白さっていうのね、やる側も見る側も。新宿に暮らして40年、戸葉山さんが思うこの街の姿と。新宿って本当にもう巨大な胃袋の街と、だから何でも飲み込んで何でも消化していくと。飲み屋で話をして、なんか芝居やろうとか映画をやろうとかで、隣の作家と監督がいて映画化権をもらったとかで、口約束で2つにしちゃって喧嘩になったなって話もいっぱいありましたしね。こう新宿から育った文化っていうのがいっぱい、一番今面白いものを作ってきたなと思いますよね。そうだね。今も昔も多くの文化を生み出してきた町、それが歌舞伎町。確かに新宿ってのはこう巨大な胃袋いろんなものを食べて吸収してしまうような町だよね。そこにあのなんかこうゴールデン街代表されるこの飲み屋街に、なんかそういうものを感じるよね。ここにやっぱり飲めた人たちの青春がね、昭和なのかな。語り合う夢があった、信じる明日があった。今よりまっすぐで青かった昭和、あなたもあの頃を探しに散歩に出かけませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は脇腹引き締め体操です。頭の後ろで両手を組んで体を真横に倒します。朝昼晩と1日3回やりましょう。ちい散歩で訪れた町を本でご紹介。待望の第6巻が絶賛発売中です。おすすめの22コースを絵手紙とともに掲載しています。